程の仕掛け、スピードがあります。マークは13番の玉田。ここは縦のボール、サイドクロスが入ってきます。ゴール方向に向かってくるボール、左足クロスを入れてくる、低い地点のヘディング、ここも谷本がターゲットです。裏にまた抜け出す江崎、右足、三浦が前を向く、左足のシュート、長谷川の左足のクロスです。ゴール前、高島のシュート、カンツァ、ボックスの中、ユンドギョン、スラインの裏へ、また名古屋ボール、ここでボールをキープ、スイッチして三浦からゴール正面、南山がボールを奪って桐生です。桐生が前を向く、左足クロスバー、長谷川智香の前、ディフェンスに入る太田かわされる、長谷川からのクロス、フォアサイドヘディング、決まりました、名古屋が先制点。落ち着いています、ユンドギョン、縦のパス小池、つながって上田桃、前を向くシュートが来る、バーの上、ホーム最終戦を締めくくるということになりました。車も展示されていて、そしてたくさん乗ってきました。黒岩先に触る、榎谷、平塚、そして黒岩だ、このプレーでしょうか、平塚から桜井、そして田子、田子からここに黒岩がいる、黒岩がシュート、流れながら上がっていた西村、西村から、さあ逆サイド、田子か、長島が勝った、長島キープをする、斜めのパス通った、平塚、窓岩縦突破、右足のクロス、ファーサイド、篠田がいる、篠田が持つ、篠田、西村もよくつく、ただ残した、ボールは残っている、残っている、肩に出す、上がってきた安西、安西のクロス、前田だー、キーパーよく抑えた、からのパスをカット、ただもう一度カット、そして渡辺から左、窓岩に通った、窓岩、浜田シュート決まった、先制、日体大 SMG 横浜、キーパー飛び出していたところ見事に決めました、窓岩、そして松本経由、上がってきた西村、逆サイド斜めのパス、よく見ていた、少しずれたがまだある、前田、前田から左、松岡、2度目の3連勝達成です。浜松岩田信用金庫とオリンホームさん、もうさあゴール正面どうなるか、ヘッドとクロスバーだ、もう一度キャラがこぼれている、一発クリア、中に入れた、シュート絡まったか、もう一度シュートと決まった、ボニータ先制、ボニータが先制、ボニータが先制点を挙げました。これはクリアしたんですけども、中に入れた、さあ下げて打てるか、打ってきたか、どうだ、これからのから梅津、前に送って、さあ土屋が得意の角度になるか、土屋が運んでいく、土屋運んでいく、さあどうなるか、土屋が狙って決まった、今シーズン21点目土屋月、2対0静岡先制、モニータ前半11分ですが、さあどうだ、キーパーマジッククリア、ゴール正面にボールを入れてきました。さあこれを拾ってシュート当たってきたか、クロスバーの上、土屋がそのまま打っていった、決まった、土屋優月、今日2点目、今シーズン22点目となりました。見ていますが、さあ今度は2発目、右のサイド広げていって、さあ加納、中に入れてきた、どうなるか、ゴール前守っていって、アンマが抑えました、もうボニータが、上回りましたので、倒れながら、さあ柏原前線へ、さあボックス内、藤原シュートを決めた、先制点は前半の11分、スフィーダが先制、ボールを回していく、さあ中入ってきたクロス、頭どうか、まだあるぞ、決めた、2点目、
バー話をしています。さあ根本のクロス、遠目の選手どうか、ノーゴール、ノーゴールです。今シーズンいました。さあシンボリです。さらに堀江、そこには吉田翔がついています。さらに大外から荒川のクロスが入ってくるぞ。藤原だ、藤原シュートを上げてしまった。さあうまく亀井に渡る。そして吉岡だ、吉岡シュートどうか。さあ一気に上がっていくキーパーと1対1だ。シュートまだあるぞ、押し込んでいった。堀江が決めた3点目。さあシンボリロングシュートだ。さあ裏から出てきた、これもニアヘディングで落とします。ここをボールをまたぎながら左で合わせるキーパー。さあここはチャンスになった。伊賀当たりました。これは笛が鳴る。 PK です。いやコースは合っていましたけれども、ここで点数が入ります。さあ伊賀ダム場面が少ないので、今日のバニーズ長いボール、ヘディング、これナイシュー、ここは入ってきました。足を出した。さあ言ったそばからここで点数が入ります。佐藤です。佐藤に出した、中にボーンと上げていく。これは塩谷のチャンスのボール、シュート、キーパー横飛び、正野が切り返した左足、これはファウルのヘディングだ。キーパーここは出ます。飛んでいく、回転のないいいボール、頭でそらしたが、ここは松本が対応。巻いてくる。さあまだあります。中にポーンとファーです。ヘディング勝負、ここは松本の一三重の一戦ところです。直接狙っていくと、ここは入りました。いやノーゴール。そして33分に2得点上げています。3ゴール上げているので、シュート、さあ入りました。長野桃子前節に引き続き1ゴール。こちらゴール裏に構えています。島田のキックが入っていくか、かかず入った。島田のクロス、島田優奈のクロスからかかずが決めていく。松尾水倒されますが意地でも守っています。さあ新田シュート、入りました。新田琴美こぼれ球を拾ってうまく右に押し込んでいきました。さあ左コーナー板倉、持ち前のスピードでかわしてシュート、選手に当たったか。斉藤優馬が決めました。今日もやっぱりやってくれましたが、中を見て自分で攻めていくシュート、いやースーパーゴールですね。決まった、板倉入りました。ボール入っていく、ここチャンスになってシュート、ここは入りました。8番の河野が帰ってもらう、そのミッションが今日も